どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはうどんボスバトル。冒険者、ボス側に分かれて戦うド派手な魔法対戦ゲームワールドです。ワールドに入ると真っ暗な空間に剣があります。ユーズすることでロビーへと進めます。少し進んだ先にチュートリアルがあります。ボス側、冒険者の説明があるのであらかじめ目を通しましょう。遊ぶ前に冒険者かボスかを選択します。冒険者は右側にある武器アイコンをユーズしてエントリーします。ボスは左にあるアイコンをユーズしてエントリーします。体力も設定できるので人数に応じて調整しましょう。準備ができたらスタートボタンを押します。ステージへと転送され、演出の後に戦闘開始となります。ボス側は冒険者を全滅させることが勝利条件です。全部で8つあるド派手な魔法を繰り出していきましょう。右手左手のどちらかをトリガーを押しながら上下左右に振ることで対応した魔法を繰り出すことができます。どの魔法も強力となっていますが、発動した後はクールタイムがあるので注意しましょう。また剣は振って攻撃することができます。意外と強力なので状況に応じて使っていきましょう。すべての冒険者を全滅させることができれば勝利となります。逆に冒険者側はボスの HP をゼロにすれば勝ちとなります。ボスの攻撃は地面や空を見ることでどこに飛んでくるかわかるようになっています。できるだけ回避しましょう。職業に応じて異なるスキルを持つアタッカーや強力な魔法に対してのガード役、全員を回復させるヒーラーがいます。HP がゼロになり戦闘不能になってもヒーラーがおり、かつ全滅しない限りは何度でも復活できます。こんな感じでボス側と冒険者側でド派手な魔法対戦バトルができるワールドとなっています。RPG のごとくなプレイも可能ですし、テストモードにて写真撮影も行うことも可能です。そんな感じでボスと冒険者に分かれて戦うワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。